これ取れてます。はい。はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回は、何するんだっけな。前髪をシースルーバングにしたいということですね。はい。はい、前髪切って、で、あとなんか根元が、メッシュ入れてたのがちょっとプリンになってきたんで、メッシュのリタッチをして、毛先の方をちょっと弱いブリーチで若干ブラっぽく少し脱線しようかなと思ってます。でそれにバイオレットアッシュを全体にこうグラで入れていくっていうような工程でやっていきます。結構髪質がいいので、そんなに今日はカットは毛先切るぐらいで、特にそんなやらなくて大丈夫なのかなっていう感じがするんで、細かいところはやらないかなという感じです。簡単に揃えるぐらいかなと思いますので、はい、ではやっていきます。ハイチューブ TV。はい、ではリタッチのメッシュを入れていきます。はい、まずあんまりそんな根元側入ってないので、量はそんなに多くは入れようと思わないんですけども、前髪いらないでしょ。はい、大丈夫。ちょっと欲しい。入ってますか。あ、多分自然に入ってる。ちょっと欲しいです。はい、了解。じゃあちょっと、はい、このリパレットを使って塗っていくんですが、ステムを高くするのと、あとハケが立っちゃうと、こっち側にブリッジってついちゃうんで、ハケは寝かします。でリパレットの角度は頭皮に対して約90度ぐらいまで持っていかない と、水玉できちゃうんで、水玉っていうのは何かっていうと、ここにこう薬がついちゃって、その根元の部分だけ伸びちゃうんですね。ポチって丸がついた状態で伸びちゃうので、ステムを高くして、はい、ステムを高くしてハケは寝かせます。ハケの角度はリパレットとほぼ同じぐらいで根元を攻めるときは大丈夫です。そうすることによって、根元の表面の方の根元側がギリまで攻めれるんで、ただハケを立てちゃうと中まで濡れるんですけど、水玉になっちゃうんでかなり危険です。そうすると伸びてきた時が不自然になってしまうので、はい、気をつけてください。で、あとここはランダムに、やって、ここに、ペーパー挟みます。こんな感じですね。直接ペーパーでやっていってもまあいいんですけど、まあここはちょっと、なんか根元がぐちゃぐちゃしちゃうんで、なるべく硬いものでやっていきます。その方が綺麗に塗れるので、まあ、リパレットですね。髪だとちょっと手元がね、くちゃっとなっちゃうので、なるべくこういう安定性があるもので、で根元は本当にハケをもうパレットと同じぐらいまで寝かしちゃいます。それで根元を塗るっていうかね、まあ、こうなんか上に置いてってるような感じなんですけども、はい、ステムを、ただあんまり上の方ステム90度難しいと思うんですけど、まあ、この辺は臨機応変にお願いします。まあこのような感じですね。まあもちろん表面の方は細めでやった方が自然なので、細めで、ちょっと取っていけるといいかなと思います。こんな感じで、はい、根元はハケを寝かした状態で攻めていきます。で、表面の方は、はい、下ついちゃうんでこれで止めます。まあそんな感じですね。まあこれでちょっと逆サイドもやっていきます。硬いパレットを使って、頭皮に対して90度で
OK を満たして塗っていきます。この時はパレットで、ステムを、はい、パレットを置いた状態でこの左手の親指でステムじゃないテンションをかけますね。でテンションをかけた状態で根元を塗っていきます。で毛先はスルーッと、結構ここは感覚になってくると思うんですけども、はい、まあ、リングコーム使うより、このままハケのテールを使っていった方がまあ早いんで、そうしましょう。で、こっちヘビーサイドなので量はあまりやりすぎるとこっちだけ重くなっちゃうので、まあ、ヘビーサイドはちょっと気をつけてやってください。ちょっと間隔を 0.5 ミリで開けました、こっちは。で、親指で押さえて、ハケは寝かした状態で根元塗って、はい、この辺は軽くぼかす感じですね。毛先の方までは毛先は後で塗るんで、あんまりこの辺はラフにしてます。あえてそうしてます。はい、パレットで塗っていきます。結構なテンションがかかってる状態です。そうしないと根元がきっちり塗れないので、はい、でこの状態で入れてスーッと伸ばしてみます。はい、リパレット入れてステムを、なるべく90度に近くして、根元をハケはほぼ寝かした状態で塗って、塗り終わったら下にペーパー入れて、これを引っこ抜きます。こういう感じですね、はい、ここはもう楽につなげていく感じです。前側本当にあんまり入れすぎると、ちょっとこれから考えないためなのはシースルーバングっていうスタイルを作るので、シースルーバングを作るにあたって削ぎを多分入れると思うんですよ。っていうことは、ここであんまり多く入れちゃうとほぼブリーチが多くなってしまって、よりそのシースルーバングにするときに今の実際の黒い毛も必要だと思うんですよね。影を作ってあげた方が束感が出て可愛くなると思うんで、あんまり量入れない方がいいなってことが分かります、後々考えて。なので最小限に抑えてやって、シースルーカットしたときにちょうどハイライトと、今の現状のローライトがうまくこう合わさるようにっていうのでイメージしていった方がいいと思います。なので間隔とかもちょっと広、細めで間隔をちょっと広げていくっていう感じですかね。あんまりチップを大きく取らない方がいいです。もう同様に、寝かして、はい、ここに入れます。ちょっとすいません、前ちょっと待ってな、で、パレットを離してテンションかけてコームを平行にして塗って、これを裏にかまします。はい、この時にあんまりダウンステムでペーパーつけちゃうとペタってついちゃうと、もう前髪マジで危険なんで、結構慎重にいく感じですね。前髪も入れなくていいかなっていうぐらいなんで、まあくるくるくるって丸めていただいてもいいですし、いけます？はい。今回の、リタッチのメッシュで、このペーパーの使い方の、まあ、ちょっと説明をしてなかったんですけど、なぜまあこうやってやるかっていうとですね、ちょっと見てくださいね、まずまあここにメッシュのリタッチを入れるとして取りますよね。で、まあ一般的に皆さん多分即ペーパーいくと思うんですよ。でこれでもまあ間違いではないんですけど、まあ、毛先はどういう風に塗るかによると思うんですけど、まあ、結構ついちゃったりとかするわけですよね、余計なところが。
あとね、ポイントは根元なんですけれども、根元をきれいに塗るっていうやつプラス、こう今根元をきれいにテンションをかかって塗れるじゃないですか。で、プラスこの後なんですよね。で、ここがきれいに塗った後に少し根元をたるませるんですよ。そうすると根元が寄りつかないという感じ。ちょっとやってみますね。こういう風にすることによって、これ分かりますでしょうかね、根元にちょっと R が入ってるんですよ。そうすることによって根元が上に浮くプラス下につかないっていうことで、きれいに染めることができます。ということで、このやり方をやってます。はい、でここにまあ入れていくんですけれども、まあチップを通常通りちょっと取って、リパレットをつけます。で、リパレットつけたら、このまま滑らしていくんですけど、この時点で、ここを少し軽ませた状態で入れます。はい、人差し指でロックするっていう感じですかね。そうすると根元が浮くという感じで、でまあそのまま直接ペーパーいった方が良さそうな気もするんですけど、意外とこれをやった方が綺麗に塗れるんで、時間もそんなに、むしろこっちの方がスムーズで早いかと思います。それで結構ペーパーだと塗るのに時間がかかるんですよね、意外と。なんでこれでバババッとこう塗ってしまって、毛先ぼかして、で、ここに、はい、ここで人差し右手の人差し指を奥に入れる感じ、ここに入れる感じですね。で離すとこういう風にできます。それで終わりですね。で、あと毛先をつけていきます。はい、毛先を塗っていきます。で、毛先は、基本横スラだと、馴染みすぎるんで、縦スラで厚めで取っていって塗っていきますね。で、ウェットの状態でスプレーヤーで濡らしてから、縦スラで塗っていきます。で、手でぼかしていくような感じですね。横スラじゃなくて縦スラで塗っていきます。あ、ちなみに、ブリーチの濃度は、パウダーにオキシ5倍ですと、パウダーオキシ5倍でやってます。はい、今度は、カラーを入れていくんですけれども、今回使う薬はブラウンにちょっと入れたくなかったので、スローのクリアとスローのブルーと、あと新色のイゴラの、CPV11 っていうこのバイオレットですね、これをブルーが2、イゴラの CPV11 が1、それに対して同量を、こっちが3ですね、クリアを3っていうような感じで半分に薄めております。それに対してオキシは等倍になってます。で、その等倍で根元塗り終わったら、残液に対して、約5倍ですね、5倍のオキシをプラスして、オキシをプラスしたのをこっち塗っていきます。なんでそこでまだグラデーションをちょっとつけるような感じになってます。傷んじゃうので、手でなじませながらダメージを最小限に抑えるようにしてちょっと塗っていきましょう。で、まあ、当たり前のことなんですけど、ブリーチはしっかり流さない、シャンプーしないと色が入りませんので、ブリーチ剤はしっかりシャンプーをしてください。結構バイオレットの色っていうのは長く時間を置かないと綺麗に発色しないんで、ちょっと長めに置いて、しっかり、多分これだとまだしっかり浸透してないんで、シャンプー台で軽く時間を置いてからなじまして、またちょっと放置しようかなというのは思ってます。それでしっかり色入れていこうかなと思っているところです。これで多分コーミングしちゃうとちょっとダメージが
ブリーチの残留アルカリっていうのが毛髪に残ってるんで、その状態であんまりこうコーミングしてしまうと良くないんで、それだったらシャンプー台で乳化みたいな感じですね、なじまして、でまた席で時間を置いた方が時間もかかんないですし、まあ、効率もいいのかなということで、まあ、コーミングされるのも結構ストレスになると思うので、今日はこのまま時間を置きます。ちょっとチョップ気味で揃えていった方が、でモデルさん巻くので、ここは縦に引き出してパネルがこういう感じになってるんで。